さあ始まりましたジョックロックプレス。ジョックロックの福本優勝です。裕次郎です。かける全員ライブ。はい、ということで第3回、3回目だ。かける全員ライブが、まあ、終了したんですけども、はい、いかがでしたか。3回目にもなってくると、しかし慣れない慣れへんの。あ、まあ、慣れてはいるんですが、もっと慣れたいかなっていうところあるな。あ、もっとできるはずなのにできていないっていうところはやっぱちょっと悔やまれました。あ、まあまあね、だいぶまあなんかやりやすい感じにはなってきた感じはしますけど。まあまあまあ、それはもちろんね。そう、だから多分そのかけるにおる期間自体がちょっとまあ長くなってきてるんで、まあその横のつながりというか、もう結構もうみんな喋る感じにはなってる、正直。みんな本当に仲良くなってます。仲良くなるのが目的ということで。確かにそのかける全員ライブがその手助けになってる感じはちょっとするっちゃするよな。いや、マジでみんな仲いいんちゃう。結構ウィンウィンというか、そうやから、まあ3回目やけど、お客さんがどんどん増えていってる。確かにそう。ほぼ満席。ほぼ満席やったよな。前、まあ1回目が7割ぐらい。で、結構やばい時間あって、みたいな。どうなんねやろ、これどんどん減っていくんかな、みたいな。したら2回目で結構テコ入れが入って、持ち直した。それが結構評判良くて、その時も8割ぐらいだけど、今回も9割ぐらい入ってたよな。はい。だからライブとしてもまあどんどん成長していってるというか。いや、そうだね。やる側もなんかあんないっぱいおる中で前出たりとかの、まあ練習にはなるよ。まあ、出やすい、やりやすい空間ではあるから。はい。確かに、どんどん。で、まあ出る人多なってきてますよね。結構。ああ、前に、まあまあそう。まあ大体こんな感じかっていうのがつかめて、まあそのなんか、むちゃくちゃしてもまあ大丈夫やろうみたいな。まあなんとかなる。それこそ、まあ今回は、まあ、体育祭ということで、まあ前回はユニットライブとかが、ユニットコントが、ネタみたいなのがあって、で今回はまあ前半後半チームに分かれて、まずチーム分けか、赤組、青組、黄色組、緑組で、なんかチームリーダー、赤組が、沢畑、行部沢畑で、青組がそのタイムキーパー秀樹で、黄色が、カカオの浦田スターク、はい、で緑組がその投票というか、お客さんからの公募で誰かリーダーになるっていうのが決まるので、まあ、タレンチ小畑、はい、平場王、我らがそう、俺らがそう、小畑チームの、はい、まあ、3回入ったというか、選んでいただいて、でいっちゃん最初の登場が一番後ろからな、その客席の通路からバッて開けて入っていくみたいな、で結構ほんま体育祭みたいな感じで、行くぞみたいな、こうなんかエンジンじゃないけど、喋ってる中で小畑が、ちょ、何してくれてもいいから俺が全部拾うからみたいな。で、それはそれ俺に任せろ。一見聞いたらさ、はい、そういうボケみたいに聞こえるやん。はい、これマジやから。それがかっこいいよな。お前らとにかく出ろ。とにかく何しても全部俺が拾うからっつって、拾ってたな。いやー、確かに本当にやっぱ頼りになる。あいつすごいな、マジで。団長でございますよ。なんで売れてないんやろうな。明日売れてもなんかテレビ出れそうなやつやけど。いや、本当にそうです。そういうのがあって、まあ最初に後ろから、はい、ミドリあれはようわからなくてわからなかったけどこのマーチングみたいな感じで出ていって、で俺は緑チーム、まあ、うん、緑チームと黄色チームがこうこっち側サイドから、で赤と青がこう逆こう挟んでこう通路から出ていって、みんながわーっつって、そこ撮影タイムでみんな写真撮ってキャーみたいなありつつ、でまあそんな中、裕次郎君やっぱりもう前のめりですから、まあ、唯一紛争、まあ、いやこれは結構すごいことですよ。こんなね悪目立ちする可能性もあるのに、もう一人だけその、まあ、緑チームは全部緑の T シャツとか、青チームは青の T シャツは着てる中、もう全然関係ない、まあ、コスプレ、まあ、前回は何したんでしたっけ。前回は湘南の風の4人全員混ぜたやつっていうやつ湘南の風キメラね。キメラ全員の要素がある、要素がある若旦那がこの子ここでみたいな、はい、それ結構良くて、まあ、評判良かった、評判良くて、そのなんか、なんつうのサムネというか、あ、フライヤーのポスターにもちょっとなんか一部今日デカめに扱われるみたいな。いや、ありがたい。で、裕次郎君は僕たちがこう入場していく中、ちょっと後ろに目に隠れていってというか、まあ、一番最後に最後に上がってから出るためにちょっとなんか目立てへんように行って、
で上がってきてわーってなってで始まりますよみたいなわーってやってる時にちょっといいですかみたいな感じだったっけ。いや僕は言ってないです。そのまあ結構長い間触れられへんかったから、うん、どっかでは触れられるかなと思ってたんですけど、うん、自分から行くよりは誰かがやってくれた方がいいかなと思って、うん、まあ、夏美とか小畑さんとかが出してくれて、うん、ちょっとこれ誰みたいな、うんうん、言うてくれてで行って回ってて、でまあ見た目としてはまあもうおじさん白髪面になんかこうダサメガネみたいなんでもうめっちゃシワとか入っててなんかめっちゃダサい服の、まあ、おじいさんみたいな、うん、まあ、コントに出てくるおじいさんみたいなのがわーって出てきて、はい、これ誰これって言ってどうでした。で、うん、まあその時言った風にやると、うん、再現ちょっと、はい、コウチさんが MC で、これはおじいさんね、誰ですかみたいな、うん、いやーちょっと昨日息子から急に電話かかってきて、あの急遽あの血縁が出たから緑チームに入ってくれと言われまして来ました。誰ですか。どうもグリーンのボーカルヒデの父です。まあやや受け、やや受けしたかな。そのなんか滑ったとかではない正直、そのほんまに分かれへんかった、そのなんかちょっと伝わってなかったな。そうだからそういう、そうなんか、はい、伝わってなかったんです。そのさっき の, そのハリーポッター の, その、はい、心のゴブレットの弾くやつは、まあ、聞いたら分かった、そのなんか意味、はいはい、あの映画のシーンをやってちょっとマニアックなシーンやったから分からんかったんや、うん、なんかそのかこれね僕一個入れ忘れちゃったんですよ、焦って。なるほど、それがあったら分かった。これ言えば割少しは意味分かったと思います、もちろん。うん、それちょっと聞きたい。これもう一回やっていいですか。ああ、今のが不完全バージョン、はい、今の不完全バージョンで、本来はもうワンターンぐらいしたかったんですね。そのああ、じゃあ俺がちょっと小畑やろうか。あ、コーチさん。あ、コーチやったっけ。あ、MC なんで。ああ、総合 MC で、ね、ちょっとこれ、誰ですかこれ。いやちょっと昨日ね、うん、あの急遽息子がはい熱が出たか、なんかでちょっと出れないから、代わりにこの緑チーム、いてくれと言われて、来ましたよ。ちょっと、どなたなんですか。緑チームにね、所属することになりました、グリーンのボーカル、ヒデの父です。その緑だからグリーンなんだっていうところをちょっと言いたかったんですよね、もうちょっと。それは後になってから分かった、うん、その時は全く、うん、何がって思って、あグリーンやから緑なんやっていうのは後で考えたら分かった。その父っていうのは何なのマジで、それがマジで分からなかった。そのグリーンのヒデですやったら、うん、いやそのグリーンやからって緑やんけで分かんないけど、そのヒデの父っていうのは、いやグリーンのヒデだとちょっと弱いかなとな、うん、まあまあそれは弱い。だから、うん、父にしてお父さんにして、いやヒデも分からんのに父会的なところ、ちょっと行き過ぎちゃったなっていうのはあったんですけど、やってみて何回過ぎるってだから有名なのか俺知らんだけで、俺あんまグリーンの、まあ、曲とか知ってるけど有名じゃないです、周りのこと知らんからさ、実はその名物お父さんみたいな、そのジャケットとかにさなんか顔映ったりしてんのかなみたいな、まずグリーンのヒデっていうのもちょっとよう分からんかったし、ボーカルヒデ、そうグリーンは分かるけど、あボーカルってヒデなんやつ、まず顔出てないから分からんことが多すぎたと、そう全部分かれへんから、うん、まずなぜグリーンなのかっていうところからまずむずい、そうそれは、まあ、そこは緑でなんとなくいける、まあまあ傷、まあまあそこもむずいけど、うん、でまあグリーン顔出ししてないじゃないですか。してない。でそれもややこい、ややこい。で父が有名なんか、そうそうですね、その通りで、うん、そうなんか父はさすがになんかあるんかと思った。そう一応映画、うん、あの日のソビトってやつ、グリーンの映画があるんですけど、うん、そこで、うん、まあ主人公ヒデのお父さんは本当にすごい頑固親父で、うん、めっちゃ厳しい人っていうのがあるんですよ。それ言えよお前それ言ったら、うん、逆にそんなとこから引っ張ってくるなって言われると思って言わんかったんじゃん。うわ、てかそんなに説明するあれがなかった、好きがもうすぐ次の人がボケるから。もちろんそうやろだからそこもなんか一応映画とかには出てたんや。出てます。あでそういうのも服装をして
あ、その映画の中のやつに寄せてたんや、はい、もちろんちゃんと寄せてました。ちゃんと画像調べて、ふがみに服借りて、で100均でメガネとメガネ吊るすやつ買って、カツラ借りて万劇でやったんすけど、もうあの一瞬で砕かれましたね。それはちょっと無理よ。ふがみもなんか僕もやる、手伝ったんですけど、これ本当に意味が分からなくて、これ大丈夫かなと思って。まあちょっと行き過ぎたか。ふがみもな、止めたったらよかったのにな。裕次郎これ無理やって。さすがに委員長意味分からんて。確かに何人かにその出る前に、それ今日何なんて言われて、グリーンのボーカルヒデの父ですって。正直多分俺もそうやけど、俺が知らんだけかなと思って。ああ、なんかまああるんかなみたいな。さすがになんか父とかってさ、そのなんか突拍子もなさすぎるやん、ちょっと。まあね。なんか知ってる人にはなんか、けどあるやん、そのアーティストもさ、なんかサポートメンバーの誰々さんみたいに言ったら、ああなんか、はあ、あの人やんけみたいな、はいはいはい、ライブには絶対そう出てきたりするんかなみたいなのが、知らんねんとかでよかったんですよ、別に僕的には。それもない、なんか微妙な、知ってる人は知ってるラインやったから、親父やからな、そのなんか、はい、全く関係ない、なんかそのスタッフとか、スタッフまあ、うん、有名なんかなと思っちゃったら、ちょっとだから本当に裕次郎の今日の紛争面白かったってツイッター書いてる人誰もおらんかったもんね。おらんかったな。そのなんか滑ったところでもない、なんかでもない、みんな思ったじゃん、全員忘れてる。あ、これ、いや、これは私が知らんだけなんかなみたいな、全員思ったんじゃん、その怪奇現象あ、分かる人には分かるんやろなって全員が思ったんかもしれない。その後最後に一回、じゃあ前半始めますの時に、後半メンバー開けてくださいの時に、ああ、なんかやったな、ったろうと思ってすごい、そこはやっぱ行かないと、その入って1ヶ月目やったらそれ無理やったやろ、はい、成長を、はい、成長してます、ね、こう言ってたな、ちょっとなんかでも完全になんかもう、僕が行く前にいちいちさんがやってたから、うん、一くだりなんか、あ、やってたっけ、いちいちさんと、うん、あ、こいちさんがもう一くだりやって、その後にまあ僕は控えてたんですけど、うん、もうここ一回控えた分、うん、もう戻るのダサいから、あ、おらなあかんわと思って、うん、でもちょっとタイミングも遅なってるからやばいやばいと思ってたんですけど、うん、まあ小畑さんが、いやもう次にボケるやつ控えてるからとか、さすがや、すごいフォローしてくれさすがや小畑、まあ、ありがたいと思ってで、この気まずい時間が一番嫌やから、そう、でも結構もうみんなスタンバイ完了しちゃってやばって思って早終わらされた、そう、泣かすに、そう、もっと俺はなんかまあ、ちょっと土佐に紛れて一言言って帰るぐらいの、そうそうそう、軽ボケしていこうと思ってたら、裕次郎町のやべえで、僕はその父やから、その急に来させられた父の体でおるから、そのこのね、はけなあかんとかを全くわからない状態っていう感じ、素人みたいな、そう、素人、これはあの神手って言うんですか、にはけたらいいんですかみたいなみたいなことで、あ、そうですよみたいな、あ、わからんからねみたいなぐらいでもう終わるつもりやったんですよ、僕は。でももう変に注目されちゃったから、うん、やべ、もう一個なんかしてそれ全然もうちょいしでやって、一応用意してた緊急脱出装置、おう、あったんや、バーン、ちょっとしたギャグ、ガラス割って、はい、押したそのギャグを押したんですよ。あれ、なんかやってたっけ、見てたけど、ね、本当にだグリーンに絡めすぎて、本当にこれも全然伝わってないですけど、 お前らなんか映画であるやつ、そ、映画お前ガンパやじゃん、まだハリーポッターもわかるけど、お前そのグリーンのドキュメンタリーっていうか、あれ見てるやつそんなおらんて、その音楽とかをやってるじゃないですか、ヒデがグリーンでからね、お前音楽活動してたんですけど、その医者なんですよ、このお父さんは。あ、そうだ、厳格な父で医者になれって言うんですよ、そう、くだらないことをしてもお前医者になれ、そんなお父さんが来てるっていうおもろさもあったり、はい、でだからみんなにこんなね、お笑いくだらないことしてないで、裏設定すぎるって、さすがにそれはさすがに無理やって、いや分かるやろみんなお前なんで分からへんの、俺こんなやつにネタのジャッジ任せてんのなんか言ったら、いや福本さん、これは伝わらないっすよ誰に言われてんねん俺、うん、だから俺自分のことはやっぱ分かんなくなるんですよね、なんでな、客観的に見たらあれなんですよ、だからそう、こんなくだらないことしないで医者になれ、医者にならぬなら歯医者になれ、やってた、思い出したみたいな、ちょっとしょうもない
ギャグ、うん、まあ小内さんがこうさらっと助けてくれた形で、はいはいはい、わかりました。まあ医者やからね、グリーンはね、歯医者になりましたからね。そこは知ってるからね。グリーン歯医者までは分かるから。そうそうそう。でもなんとかなった感じになってて。で、小又さんも、そう、履けるときに、おい、ゆうじろお前なんかボケるときは事前に LINE しろ言うたやろみたいな。まあ、まあ、最高やな、あいつは。ちゃんと助けてくれて、すいません、ライス忘れてました、みたいなんで。ふわっと酒を吐き入れたんですけど、まあ、全部一部の流れやったみたいな感じにして、はい、終わってくれた。本当に助かって、それマジで楽しかったな、ずっと。で、まあ、後半まで僕ら控えるわけじゃないですか、1時間ぐらい、1時間ぐらいな、うん、この間どうしようかなと思って、ほう、悩んだ挙句決死の判断、ほう、どうしたっけ、カツラ、服装全部捨てて、化粧落として、普通のユージロとして。いや、そりゃそうよ。で、みんなそうなると思ったし。はい。しっかりと。やめました。全然それでよかったよ。はい。で、それのことについても誰も触れられずに、うん。はい。もう、自分から言うわけにもならない、いかず。いや、ユージロ、あれやってないなって誰も思ってなかったし。忘れてたし。いや、本当に、もう、何にも残せなかった。うん、受けてても、脱いでてよかったし。今回の後半は。はい。まあでもそんな中、うん、逆今回は福本さんの方がちょっとコーナー的にもスポット当てられて、うん、そうだから結構なんか優遇してもらってるというか、うん、第1回も完全に俺だけのコーナーみたいな、ね、円盤投げで叫ぶみたいな、うん、私今回はかける、まあ僕たちだって頑張るんだ、なんかかける不敬参加みたいな、だからほんまはかけるメンバーの芸歴じゃない、うん、まあ、脱法組みたいなむちゃくちゃ嫌な言い方されてたけど4人いるから4人いるから俺と、まあ、徳一の朝山ちゃんランドさんと大野さんと、まあ、たちまちの足立、はい、まあ、正直足立はあんまイメージないねんけどな、まあ、一応37ですから、え、7か38あれ、俺は8やと思ってた、8か、いや分からん、俺は8やと思ってた、8か7です、正直その一期上とかやし、はい、そんなおっさんでもないからあいつ、うん、そう、それのまあ4人が集められて、まあ、パンスト相撲して、はい、まあ、体張ってみたいな、でなんか1位を決めましょうみたいな、誰が優勝するか他の人予想するって、そうだから、そのおっさん組が集まってるチームが偏ってたから、うん、そのおっさん勝ったおっさんのチームがなんかポイントとかやったらできひんから、その後ろに見てる人らがこの誰が勝つみたいな予想して、でも当てたチームにポイント入るみたいな、うん、で、まあ、うん、優勝してなんか優勝して、うん、まあ正直、はい、優勝しようと思ってた、ああそうですか変に負けるより優勝してもらって、うん、やっぱ、まあ、そのファンスト相撲、その顔の重さとか正直自分見てないから分からんけど、一応こうめっちゃ顔をこっち向けてやったりはしたけど、そう、まあ、優勝して、うん、なんか結構そのやりがちというか俺のまああるムーブやねんけど、うん、なんかでそのゲームコーナーみたいなんでゲームで買って俺がなんかめちゃくちゃ喜ぶっていうやつは結構ようやる、や俺がもうなんかうわーって思いっきり飛び跳ねまくってうわーやるやつは結構なんかこうなんか滑るとかではないから、キモみたいな何かはまあ怒る感じがするからやってたな、そうあれは俺のなんか得意ムーブというかなんかでででででみたいな優勝音なった時のこれいつものツッコミポーズでででででで俺の勝ちだみたいな時の今までで一番深かったその足の折り具合、あれは受けてた、あ受けてたっすよ多分、盛り上がってたし、やっぱあれやったらなんかそのシーンってなることはまあないから、結構勝ったし拍手が結構ピエスってなってパンストつけたままな、うん、でもそう宇多田のそう宮本さんも福本さんもマジ格ゲーのキャラみたいになってましたけど、歌唱リポーズそう俺の勝ちだウィンの時のね、そう、まあ、そことかはまあまあ結構良かったんですよ、うん、まあ、その始まってからね、はい、そうなんかメガネをつけたままやろうとして、うん、もうやめろもうおっさんもちゃんとやれやみたいな、マジで冷たくあしらわれて、うん、こうなんか冷たすぎるやろみたいな、いや結構一瞬ガチでガチで怒ってんのみたいな時あったけどな、なんかメガネメガネメガネってみんなに言われて、そんなに言わんでいいやみたいな、ガチで怒ってるってなってないよいやほんまそれちょっとそこの、まあ、ムーブというか、うん、やろうって決めてたのがあって、
そこまでちょっと前のめりすぎてんけど、絶対なんか悪口言われるんやからさ、うん、おっさんがよみたいな、まあ前提がそうやから、なんかその泣き芸しようと思って、うん、なんかさ、ガジュで頑張って、一回劇場入ったのに、そんな言われてもええやんみたいな。っていうのをやろうって決めてて、でどうや、でもなんか、もうコーナー始まりそうやなと思ったから、そう、小口がなんかもう全部ねとか始めそうやったから、無理やり割って入って、無理やりやってんけど、まあまあまあ、その6割ぐらいの人が、振られて初めて、なんか輝く、なんか、どうですか、そのおっさんね、って言われて、それやったら多分結構受けてたと思う。やってでもこれやらんよりはええかと思って、でそこまではまあまあ別に失敗じゃないというか、はい、あまあまあまあなんかメンヘラのおっさん見てられへんわみたいな、うん、だからまあまあははみたいな、んでその後、うん、なんかどそこの後にな結構一個ずつ聞いていくみたいなのがあってんな結局あったかあったそのどうですかみたいな、そこで出せばよかったんけど。あるやんこれと思ってまあそれあんねんけど、まあ、結構そのコーナーが時間なかったらカットなるかもみたいに言われてたから、うん、あここまで出さへんかって嫌やなと思ってもう出しちゃってて、でもう一個考えてたのが、一回なんかライブかなんかで出した時に結構受けた、うん、そのワンちゃんさんと大野さんと俺が同い年、全員36歳で、ああれ、ね、そう36歳なんですよ、僕たちも87ラインですからね、で普通やったらなんか07ラインとかで16歳の高校生とかの子が大体そのツイッターとかの X のなんかプロフィール欄とかに書いてるみたいな、ああ LINE とか書いてんねや、そうなんとか LINE って、その生まれな、2006年生まれは06ラインとかって言うんや、そうそれをなんかおっさんやのに俺が知ってるみたいな、うん、そのムーブをするために俺結構若者のこと調べてるからさ、で一回なんかやった時にめっちゃウケて、あ、まあ、ね、一瞬伝わらずになんか87ラインっつってあれのことやみたいなんで結構ウケたから、これ言ったろうと思ってワクワクしてたら、なんかその前にノリがあったんですよ、そうそれをもう言おう言おうで気づいてなかったんですよね、気づいてなかったっていうか途中で気づいた、何やったっけあれ、最初まんちゃんさん、大野さんか、大野さん何やったかな、あ、僕おっさんじゃないですよって、うん、じゃあ食べ物何が好きなんで、うん、ナスの煮浸し、おっさんやないかつって、でそれはなんか勝手にそこで終わったと思って、でもその後にその小旗が振っててな、完全に何ですかっつって、ナスの飯おっさんやないかって言った後に、そこでもう気づいてなかったらなかったでよかったんけど、うん、その後にこれを一瞬で気づいちゃったね、そうこれをあと2回やりますよって小旗が言ってて、はい言ってた、でその時はもう全く聞き流してて、もうあれ87言おう言おうと言おう言おうでね、で来たから、で来て、うん、で僕たちはもう36全部同い年なんでっていうのと、小畑の振りがかぶって、もうなんかこうと、なんでこう喋ってくんねんと、あ、さっきの、あと2回やるからねって、もしかしてこの、俺とまんちゃんさんで2回やるって意味やったんかって、そこで気づいてもうて、気づかん方がよかったんけど、で気づいてもうて、あ、ごめんってなって、その巣に戻ってもうて、で、小畑も、あ、いや、すいませんみたいな、マジでお見合いみたいになって、でその後に、それ、恥ならないんですけど、ね、ははははみたいなって、まあまあ、これが言いたかった。だけなんですけど、それも俺も俺の折り折りでしたね、あれが、そう俺はね、マジ折り下手やから、うん、そうなんか折り切れへんで、滑ったなとか、めっちゃ完全に折り入れずになんかもうハーってなった時に、そこでもう小畑が、うん、福本さんはね、緑チームっていうからもう透明チームですからねっていうのでもな、バンとしてくれるという、泣きそうになったら小畑と思って、福本さん一人にしてくださいもうみたいなね、そうこの人もうダメですわみたいなんで、もうフォローしてくれて丸がれて、こんなんあれ今頃言いますけど、居酒屋で喋る内容やろ言い過ぎやろこれ、いやええやんそれぐらい、大丈夫ですかこれ今後笑えるこれ、いやいやこんなやってんねやみたいないやいやええよそれは、あそうメカニズムを、メカニズムあかんけどなこんな言ったったら、いやまあええや俺が言う分には、あそうか、うん、いやほんま恥ずかしなってきた、小畑が言い出したら嫌やけど、こんななんか、うん、ここは僕こうしようと思っててみたいな、福本さんみたいな人が言えばまあ別に、やっぱ俺はやっぱ解説者、そう全部を解析していくからこれでやっぱほんま反省点を生かして、うん、次からこう潰してやっぱどんどんやれへんわって言ってるからここでこれやったらあかんねやっていうので学んでいってるから、俺はあんまそんなんせん方がいいかもな、ちょっとさっきやっちゃったけどなんかこういう意味やったんですとか、いや、いや恥ずかしくない、いやだって不可思議すぎたから、まあそりゃそうか不可思議で、なぜどういう意味やったのあれ、こういう意味なんですよでいいか、
いや、これやで、ね、それこそ。これがマジ俺、これは恥ずかしい、俺は。ほんまに。これは、ちょっとあんま言わ、これ裏のことすぎて、俺は、これは恥ずかしい、正直。で、まあ、小畑に助けてもらいまして。はい。まあまあ、でもね、まあまあまあ、まあまあ、よかったんじゃないですか、俺のパンスト相撲に関しては。まあ、一コーナーでのその印象というのは。そう、やから、かもしれない。そう、最初に小畑に、そう思い出した。いきなり小畑に助けられてた、思い出したわ。そうなんかチーム分けして最後なんか最初にそのチームリーダーが一言ずつ言っていくみたいな、うん、でなんか小畑がいや僕ねもうこうふんどし履いてますけどあほんまは全員ふんどしにしたかったんですよ、うん、こう僕のふんどしチームみたいなそのキャツそのなんか黄色チームが全員キャツミの衣装みたいな、うん、半ズボン半ズボン、まあ、黄色チームにはキャツミも黄色チームやったからみんな上だけがその色やねんけど、うん、で黄色チームはキャッツビがなんか、タンドかなんかで使った、キャッツビがいつも履いてる黄色短パン、うん、もう人数分あったから、全員履いて、キャッツビチームみたいになってるみたいな。うん、で、多分そこで小畑は、多分思いついてというか、で、僕もね、小畑は緑 T シャツにふんどし履いてて、はい、いつもの。で、僕もこれ、緑チームも全員もうふんどしチームにしたかったんですよ、僕もね、みたいな。で、なんかその女の子がめっちゃおって、俺らのチーム。はい、で女の子たちも、なんかふんどし履くってことはもう了承してくれたんですよ。うんでもね、福本さんだけが、もうちょっと、ふんどし NG やって、みたいな。で、これ最初の俺やったら、もうなんか後ろで、はははって笑ってくれやったけど、いや、ここはあれやな、これ前でな、赤いやつですよね、と思って。これ、わかってますよ、と思って。こんなんで、ちょっと恥ずかしがって、ほんまに前の俺やったら言ってなかった。マジで名前出されたらもう行かない。そこは、やっぱ反省して、あ、ここはまあ、なるほどね、と思って言って、いや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 、とか言って。いや全然返しですね。返しですね。全然でも俺履けましたよ俺。こんなの履きたいしなとか言って。でもいや福本さんこれ履かん方が履きたくない方が面白いやつですからって。えでも俺えそうなのみたいな。まあどうまあそれもそれでまあそれもまあまあまあそれで。小畑さんのおかげでっていうところもあるけど。えそうなのえそうなのお笑いってあそうなのへえみたいなおっさんやの全然お笑い分かってないやつみたいなんで丸子、まあ、収めていただいてそれ狙い通りだったんですかいや全くとりあえず出ていってとりあえずなんかあんま正直ちょっとなんか前の人が喋ってるからもう関係ないわと思ってうわースイッチオフにしてたんやぼーっとしててあれこれって なんかちょっとややこしいよそのなんか正直どこがどうでみたいな、うんこれどうなってしかも俺が、んこれはどう、今どういう立場や俺と思って。全然終えてないやん。そう、終えてなくて、なんかまあ、なんかふんどしが俺が NG やって言ってたなと思って。だからまあ、俺そういうやつなんやと思って。全然わかってないやん、意図。いやいや、もう履けますよ、これ。話聞いてへんやん。ほんまやったらあれやったよな、そのなんか。いや、これふんどしなんてね、そうそう恥ずかしくて履けるわけないでしょうが、うん、正解やった。理由をな、うん。履けない理由を言ってほしかった。そう、みたいなことやってるけど、まあ、いきなり助けられた。履けようと言ったらもう。根底が崩れてそうでもそれが結構受けたから小畑があれで、まあまあ、結構なんか一発目ぐらいやったからさその一発目のなその流れの中で一番受けたぐらいやったからなんか俺も仕事したみたいな顔してえそこなんかさ何も分かってないみたいな顔を一生懸命してたのそこだけはめっちゃ頑張ってやってる、まあ、悪くなかったかも確かに、まあ、全部小畑のおかげかほとんどトゲル全員ライブの男はすごいっすからねまあまあまあだから次回も、まあ、毎月あるんでだから次回がなんか、うん、かける全員ライブ90分だから、うん、90ということでちょっと違うバージョンになってるうんちょっと短縮バージョンというかもしかしたら全員出へんのかなうん、なんか確かにその誰が出るかっていうの発表されてるのがよく分からないけど僕らは多分出るんですけどはいはいはいだいつもだったらね、全員って書いてんのに、うん、何組かだけピックアップとその他みたいなの書かれてたから、うん、そう誰が出るかっていうのもまだ分かんないですね。ないかもしれないですね。まあ、まあ、考えてんのかもしれんけど。まあまあまあ、一応まあその感じのライブが、まあ、11月22日ですかね、はい、にあるんで、また皆さんぜひ僕たちの、まあ、七点抜刀というか。やっぱり1回目よりはどんどん良くなってきてるから、まあ、成長期ではあるから面白いライブとなってます、うん、いや本当にマジでねめっちゃ盛り上がってるよなマジで、うんうん、あれでもいいと思うわ、いや本当毎回なんかちょっとプチトレンド入ってるからね、うん、俺そう俺も偽トレンドに入ってたから、ね、あその自分用のトレンド、うん、
だからもう、そう、話題のライブとかも多分毎回入ってるから、うん、あれ結構注目です。そう、これからな、もしかしたら結構チケット入手困難とかのライブになる可能性も、はい、まあ、俺たちの活躍次第ってとこもあるでしょうけど、いや、みんな仲良くなっていくし、みんなちょっとこう上手くなっていくから、うん、いや、ほんまにどんどん面白くなるライブになってます、これ。あ、お互いというかね、どんどん成長を終えるとか、1回目からのその流れもあるじゃん、それもそう、前回ユーロがなんかあれで出て、うん、で次グリーンで出て、次何出てんねんって、もう正直やらわけにいかんよ。もういかん、3回やっとる3回やっとる、もう何かはせんわけにいかんよ、ほんとね。まあ、その人数いたら、まあ、ありがたいから、まあ、なんかやることに対してやれるっていうやりやすさがあるから。滝野とかもね、毎回同じ。あいつは帰ろや、あいつは。だから3回目やから、帰るんかなと思ったら、帰るんかなと思ったら帰へんっていう、マジでそのストロングスタイル、はい、いや、そう、やっぱその辺のノリの流れもありますから、ノリがあるから、前回、あ、あれやってたやつやっていう、いや、マジで毎回来てる人はもう多分めっちゃ笑うと思うんですけど、うん、そこは。だからな、それこそ年末とかになんかどっかでかい体育館みたいなとこ借りて、可能性も全然なくないよな、正直。うん、いや、楽しみなライブですよ、本当に。いや、もう楽しになってます、僕ら。やってて、マジ楽しいよな。はい。もう祭りです。フェスです。そう、なんかほんまに、なんか学校の文化祭ぐらいの気持ちで出れるようになってきたのか、クラスのやつ、ちょけてる、うえーとなんか。まあ、戦場ではありますけどね。なんか、その心理的ハードルは結構下がってる部分もあるんで。楽しく。はい、皆さんも、楽しんで見ていただけると思うんで、はい、またぜひ来てくださいということで。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。